小西新八から1938年7月5日は、明治時代から大正時代にかけての日本の教育者。長らく、東京盲ア学校及び東京ローア学校の校長を務め、盲狼教育の発展に尽力した。1854年に越後で生まれる。母親戦争で長岡城が落ちた時、小西一家は、藩主と共に、合図、山形まで逃げた。 最後にかくまってくれた農家に、小西は中性恩義を感じていたという。1875年、東京市販学校に入学した。卒業後は、千葉県の中学校、女子市販学校を経て、東京女子市販学校で幼稚園教育の実践と、諸外国の保育を研究した。1886年に、文部省直轄となった築地君盲ワインの専務となり、 その後と京日もは学校長心得を経て校長となる。小西は金文字会で知り合っていた千葉県茂原小学校の石川倉寺を熱心に誘って築地君もワインに引き入れる。ブライユ展示を知った小西は1887年に石川倉寺に日本で使える展示の考案を依頼した。ブライユ展示は6点であるが日本語は文字が多く 石川発展展示を考えた。しかし、小西は6点展示の考案を求め、1890年11月1日の展示選定会で倉地の案が日本展示として採用が決定した。これまで視覚障害者は普通の文字を突起させたものを触って読むしかなく不便を囲っていたものが容易に自由に読み書きできる文字を獲得することができたのである。この展示は、 京都君盲委員でも歓迎を持って迎えられ、その後広く普及することとなる。当時は戦火により失明する軍人が多かったが、小西は校内に失明軍人教習所を開き、中途失明軍人の社会復帰をも助けた。1909年に東京盲話学校の盲老分離が実現し、東京老話学校と東京盲学校が成立した。東京盲学校を町田即分に任せ、 自らは東京老和学校長になる。1925年に東京老和学校長を退官する。1938年生居、去年84。妻は長岡藩出身の陸軍中将、豊部新作の姉であり、小西は長岡藩家老の河井嗣之助と遠赤関係にあった。小西新八、小西新八。ありがとうございます。